210。200、190、89、88、87、86、85、84、83、82、81、180。全システムの電源が外部から内部に切り替えられました。 The launch vehicle is switched to the internal power.リフトオフ3分前です。3 minutes to lift off。140、39、38、37、36、35、34、33、32、31、130、29、28、27、1段液体水素系準備完了。現在南東方向の太平洋上へ飛行しています。種子島の各地上局は正常にロケットの追尾を行っています。打ち上げ後1分が経過しました。ロケットは正常に飛行中です。80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、
SRBA 燃焼終了。SRBA 分離。SRBA ジェテソン。はい、ロケットは順調に飛行を続けています。ペアリングを分離した時点で高度は約150キロ、速度は秒速約3km に達しています。リフトオフから3分余り、すでに宇宙空間に達しています。まだフェアリングは分離されていませんね。現在のロケットはこちらで確認できますと、 SRB の分離が打ち上げ後3分が経過しました。確認できます。It's 3 minutes after liftoff. もうしばらくすると SRBA の分離画像が届くかもしれません。はい、現在 SRBA を分離したロケットが1段の燃焼を継続しています。速度は現在秒速 1.5km、 高度は 122km のところを飛行中です。この後、衛星、上部衛星のフェアリングを分離します。はい、順調に、飛行が続いています。現在は第1弾のロケットが燃焼して、順調にフライトが進んでいます。もうしばらくすると、衛星フェアリングが分離する予定です。上部衛星フェアリング分離。The upper payload fairing jettison. はい、実況放送でもあった通り、今上部の衛星フェアリングが分離しました。コンプサート3が あらわになったという状況ですね。ロケットは順調に飛行を続けています。さて、ロケットのミッションの高度化の話を進めましょう。ただいま SRBA の分離画像が届いたようですね。はい、SRBA が分離された模様です。さて、ここからはロケットの飛行状況を知らせしつつ、ロケットの高度化のについて、プロジェクトメンバーの私が紹介していこうと思います。機関ロケット高度化は2段ロケットの機体を中心としたより良い輸送サービスの向上を目指しており、3つのミッションの実現を目指しています。ミッションの1つ目、長秒時管制航行機能の獲得、これはロングコースト機能の獲得と言いますが、これは H2A ロケットで打ち上げた場合は、今までは軌道に乗る手前で、切り離されて、人工衛星は自分の力で、これは機体に搭載した画像ですね、上部フェアリングが分離されています。SRBA の分離画像をただいま届いていますね。はい、分離が済んだようです。ロケットの高度化の話を進めましょう。